はい、皆さん、こんにちは。おいです。大家好、我是王洋。おとといの日本戦見ました？ドイツに勝ちましたね。おめでとうございます。すごかったです。はい、この試合はですね、中国でもすごい評価されています。日本は亚洲之光、アジアの光っていうふうにね、呼ばれています。ということで、今日はワールドカップに関するニュースのリスニングとシャドウイングをやっていきましょう。去卡塔尔看世界杯要花多少钱？今年去卡塔尔看世界杯花销绝对是史上最贵。一张小组赛三类门票大概490元，二三星级酒店一晚至少要3500元，机票预订均价近8000元。如果你想住好一点的酒店，看几场热门球赛，六位数的预算也只能买到平民享受。不过一想到花了一大笔钱去卡塔尔，可能也看不到主队获胜，甚至有的人的主队根本就没进世界杯决赛圈，在电视机前的你也许心里就会好受些了。第一题，卡塔尔的酒店一晚要多少钱？A. 至少490元， B. 至少3500元， C. 至少8000元。第二题，六位数的预算只能买到什么享受？六位数的预算只能买到什么享受？第三题，我心里好受了些，是因为 A. 去了卡塔尔， B. 花了一大笔钱， C. 主队没进世界杯。去卡塔尔看世界杯要花多少钱？今年去卡塔尔看世界杯，花销绝对是史上最贵。一张小组赛三类门票大概490元，二三星级酒店一晚至少要3500元，机票预订均价近8000元。如果你想住好一点的酒店，看几场热门球赛，六位数的预算也只能买到平民享受。不过一想到花了一大笔钱去卡塔尔，可能也看不到主队获胜，甚至有的人的主队根本就没进世界杯决赛圈，在电视机前的你也许心里就会好受些了。はい、どうですか？聞き取れました？今日のニュースは割とシンプルかな。まあまあ簡単ですね。ワールドカップに行くのにどのぐらいかかるのかっていうニュースです。では質問見てみましょう。はい、第一問ですね。卡塔尔的酒店一晚要多少钱？はい、卡塔尔っていうのはカタールという意味ですね。カタールの酒店ホテル一晚一晩。要多少钱？いくらですか？一晩いくらですか？っていう質問ですね。はい、A は至少490元。至少というのは少なくともですね。少なくとも490元。はい、B は至少3500元。少なくとも3500元。C は至少8000元。少なくとも8000元です。はい、どっちでしょうか？数字は3箇所出てますよね。まあ、前後の文をね、聞き取れば、これは簡単じゃないかなと思います。はい、文章見てみましょう。ここですね。はい、一張小組赛三連門票大概490元。はい、門票、チケットはですね、490元です。二三星級酒店一晚至少要3500元。はい、ホテル、ホテルね、キーワードまず聞き取りましょう。酒店、ホテル。至少要3500元。はい、正解は B ですね。3500元。はい、C の選択肢これですね。機票、
那8000元机票飛行機のチケットですね机票8000元飛行機のチケットは8000元ですという問題でした正解は、はい、B ですね至少3500元正解ですかはい第2問六位数的预算只能买到什么什么享受、まあ、こういう質問ですね試験上はないと思うんですが、まあ、実際の、生活の上ではですねこれ絶対必要な能力だと思います六位数的预算只能买到什么什么享受、はい、これはどこにあるかというとここですね六位数的预算也只能买到平民享受六位数的预算6桁のね6桁の予算は何を買いますか、平民享受平民というのは庶民ですね庶民の楽しみしか買えない6桁个十百千万十万10万元の予算でも庶民の楽しみしか買えないんだって高いあさっきの3500円いくらかな67000円わおはい、問題に戻りましょう第三题我心里好受了些是因为私の心の中ではちょっと気分良くなったのはなぜかというと、はい、A 去了卡塔尔 A は、カタルに行った、はい、B 花了一大笔钱すごいお金を使った C 主队没进世界杯主队というのは地元のチームですねこの場合は、まあ、地獄のチームになります主隊没进世界杯自国のチームがワールドカップに入っていないはいどっちでしょうかね正解は C ですこれか C ですこれはどこにあるかというと最後の方ですねはい看不到主隊获胜甚至有的人的主隊根本就没进世界杯决赛圈はい心里就会好受些了はい、ここにありました。だから正解は C です。OK、じゃあ問題が分かった上で、文字を見ながら一緒にシャドウイングしましょう。去卡塔尔看世界杯要花多少钱？今年去卡塔尔看世界杯，花销绝对是史上最贵。一张小组赛。三类门票大概490元，二三星级酒店一晚至少要3500元，机票预定均价近8000元。如果你想住好一点的酒店，看几场热门球赛，六位数的预算。也只能买到平民享受。不过，一想到花了一大笔钱去卡塔尔，可能也看不到主队获胜，甚至有的人的主队根本就没进世界杯决赛圈，在电视机前的你，也许心里就会好受些了。嗨。はい、今日はワールドカップに関するニュースをやりました。皆さんどうですか？難しかった？簡単でした？ぜひ感想を教えてください。サッカーはですね、まあ、そこまですっごい好きではないんですけれども、正直言うとね、どっちかというとバスケが好きなんですよ。バスケ、今 NBA にいる、渡辺雄太選手、まあ、すごいですね。すごい、まあすごいですよ。すごいしか言えないけど、すごいです。こんな感じで日本のサッカーでもバスケでも、世界範囲ですごい、反響になっているのは同じアジア人としてもすごい嬉しく思います。はい、今日の動画は以上です。皆さんぜひいいねとチャンネル登録お願いします。あと詳しい解説見たい方はですねぜひメンバーシップもご登録ください。 OK、 那我们下次再见、バイバイ。